石からうんちが出てきたよ。なんだあの光ってるのは。うんちを全身に塗ってみました。皆さんどうもコンコンチ、うんちをする人です。みんなそうだよ。今日もマインクラフトを頑張っていきましょう。その前にチャンネル登録よろしくお願いします。めちゃくちゃやられてたな。今日はうんちモッドをやってくよ。また新しいうんちモッドを見つけたからね。いろんな人がうんちモッド作るんだね。うんちは人類の希望だからね。何わけわからんこと言ってんだよ。前のうんちモッドは動物倒したら出てきたから、今回もっていうかめちゃくちゃ重いな。うんちたっぷり詰まってるから重くなってんのかな。そんなわけないでしょう。うんちモッドで何かが起きてるんじゃない。いろんなところでうんちの匂いが漂ってるから臭いのか。っていうかうんち落とさなかったな。動物からうんちもらえるわけじゃないんだね。これは見たことない木だな。確かにうんちモッドならではの木かな。英語でうんちの葉っぱって書いてある。きっとね。っていうかくせー。そしてうんちの葉っぱそこら辺に落ちまくってる。俺のせいでワールド重くなってるんだね。うんちの葉っぱ飛び散りまくりなんてやばすぎだ。ということはこれはうんちの木ってことか。うんちを土に埋めると木がなるのか。今度やってみよう。ならないよ。絶対やめなさいよ。このうんちの木で何か作れるのかな。まずは木材作れたぞ。これで作業台も作れるかな。あれ作れない。うんちの作業台が作れない。うんちの作業台ってなんだよ。うんちしかできなそう。これは残念観念なんでやねん。どやさどやさじゃないよ。普通の木材で作業台は作っていきますか。作業台使えばうんちの木材でいろいろと作れるかな。木材で作れるものは一通り作れるんじゃないの。なる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 ほど。おというかただのうんちをゲットしたいのにどこにあるんだい。動物から出ないとなるとどうすんだろうね。食料食べたら代わりにうんち出てくるとかかな。それだったら現実的ですごいね。というかこれはうんちの土か。うんちまみれで汚いな。誰だよ外でうんちするやつは。トイレでしろよ。外でする人なんていないよ。お豆三四郎は8年前に外でうんち漏らしちゃったんだって。それは言わないであげなよ。トイレ間に合わなかったんでしょ。うんちの土は削ったら普通の土に戻っちゃうのか。それじゃあ作業台でうんちの木で何ができるかな。あれ何にもない。うんちの木で何か作れないの。もしかしたら一回作らないとレシピが出てこないパターンかもね。じゃあうんちの木はもういいや。それよりもただのうんちを探そう。だけど探しても探しても見つかりません。ただただうんちの葉っぱがゲットできるだけ。役に立たないからこんなのいらないよ。先生の髪の毛ぐらいいらないよ。いるよ髪の毛。いるよ。じゃあ洞窟行って敵を倒してみようかな。敵ならうんちするかもしれない。動物からモンスターに変わった可能性はあるね。ツルハシ作って洞窟探検だ。じゃあここの洞窟行ってみよう。深めでヤバそうだけどね。近くに炭があったらありがたいな。なんだあれは。色が変わった石がある。茶色い色してるね。ということはうんちの石。こいつにはびっくり仰天テストは0点つるつる食べれるところ点。ギャグ言わなくていいから。それじゃあこの茶色いのを壊していきましょう。ここからうんちは出てくるのか。茶色いの出てきた。だけど下に落ちちゃった。巻き巻きうんちが出てきたぞ。っていうか石からうんちが出てくるってどこっち。意味わからん意味わからん意味わからん。なん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 。そのギャグの方が意味わからんよ。こっちからうんちをゲットしていきましょう。このうんちで何が作れるんだろうな。ダイヤよりも強い装備作れるかな。どんだけうんち強いんだよ。ダイヤよりは無理でしょ。うんちの装備をしていると匂いがすごくて近づいてきた敵にダメージを与えるのだ。そんなの着てたら着てる本人がすぐやられちゃうよ。それを言っちゃおしまい。ししまいハゲの舞。よいしょ。ハゲの舞ってなんだよ。どんどんうんちをゲットしていこう。果たしてこのうんちで何ができるのか。
レシピに変わった様子はなさそうだ。前みたいにうんちを焼かなきゃいけないのかな。じゃあフライパンで焼いていこう。うんちを炒めるなよ。かまどで焼きなさいよ。かまどでピザみたいに。なんで食べ物みたいに焼きたがる。それじゃあかまどを作っていこう。炭がないから木でうんちを焼いていこう。あれ焼けないよ。焼いて使えるようにするわけじゃないんだね。じゃあただレシピが出てこなかっただけで使えるってことかな。あ、剣ができたぞ。うんちの剣だ。伝説の剣を手に入れた。伝説でもなんでもなくただの剣だと思うよ。ベッドも欲しいし、この剣で羊を倒しに行こう。これがうんちの剣の力だ。全然ダメージ当たってないね。うんちの剣弱いのか。もしかしたらヤバいうんちだったのか、硬いうんちだったらいけるのか。そういう問題じゃないと思うよ。うんち自体が弱いんだよ。残念観念、なんでやめんどやさ。そしてようやく倒せたよ。素手とあんま変わんないな。もしかしたら重くなってるせいでダメージ当たってないのかもね。だけど期待してたのに。あちゅぴちゅぱー、羊の毛をゲット。さっき通った道なのにまたうんちの葉っぱが落ちている。重くなってバグっちゃってんだね。このいらないうんちの葉っぱで家でも作ろうかな。変な家を作るなよ。しかもめちゃくちゃくっせーよ。誰もそんな家住まないよ。うんちの家が完成だ。中も透けて見えちゃってるし最悪な家だよ。じゃあこの葉っぱをうまく使って下に降りていき、うんちもっとゲットしていこう。うんちで他にもいろいろ作れるはずだから。なかなかうんちが見当たらない。なんだあの下で光ってたのは。うんち以外に何かいるのかな。なんだったんだあれは。めちゃくちゃ光ってる。こいつは光る豚なのか。倒したらどうなる。とんでもない量の経験値もらえた。レベルがいきなり上がったよ。それよりも大量のうんちが欲しかった。他の場所でもうんち探してこう。おい、うんちどこだ。いるなら返事しろ。うんちが返事するわけないでしょう。あそこにまた豚がいたよ。また倒していきますか。これで経験値大量ゲット。うんちもくれました。さらにはうんちもゲットだぜ。今日はうんちパーティーだ。最低なパーティーだな。集めたうんちでうんちブロックできました。だけどうんち一気になくなっちゃったよ。もっとうんちでいろいろ作りたかったのに。こんな時はもう必殺クリエイティブモード、うんちで何が作れるのか見ていきましょう。いろんな防具が作れるぞ。そしてうんちの木で階段とかも作れるのか。うんちの装備してみたよ。あー、この匂いやみつきになりそうだ。そんなのやみつきになるなよ。他にもうんちもっと頑張って探してみよう。もうこれ以上やらなくていいよ。というわけで今日はここまで。よかった高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイ。パンパラピー。